ーの七色レシピ。七色レシピ、それは山下七海、厚木七海、二人の七海が時にはゲストのために、時にはゲストと共に料理を通して心を磨き、人として表現者として成長を目指す、つまりいろんな形で料理に挑むバラエティ番組なのです。わー、こんばんは。はい、皆さんこんにちは。七色の一日マスターを務めます森島優香です。はい、もちろん、はい、ドキドキする。さあ、今回が初、うん、記念すべき初回です。はい、やったー。そうなんです。だからまずは自己紹介をお一人ずつお願いします。うん、はい、皆さんこんばんは、山下七海です。よろしくお願いします。頑張ります。そして、はい、皆さんこんばんは、厚木七海です。頑張るぞ。頑張ろう。はい、ついに始まりましたよ。なんと初回のマスターがモッチーなんですよ。そうなんです。あの、でも一応ゲストなんですよ。そうだね、マスターだけどゲストとして来てるマスターです。そうだね、頑張ります。しっかり引っ張ってもらって、頑張ります。頑張ってくださいね。服装もさ、すごい新鮮だなと思って。実はね、マスターっぽい服装なんだよね。そうなんですよ、スーツ着ちゃってちょっとブカブカのところ可愛いみたいな。あ、出しちゃった。出しちゃった。普通に出しちゃダメ。出しちゃダメ。出しちゃダメ。大丈夫、出していこう。そういうモッチ好きだから。ありがとうございます。ななみもね、エプロン姿ということで。そうですね。ななみななみは2人とも赤とエプロンネイビーのエプロンを着ました。はい。じゃあ、それでは、うん、ご紹介し祝いのお便りもいっぱいいただいているので少しご紹介したいと思います。はーい、はーい、はい、来ますかな。うん、来ました、来ました。それでは私が読んでいきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、チャハカさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと見てる。山下七海さん、厚木七海さん、そしてもちこんばんは。こんばんは。ついに今日から七色レシピの放送がスタートですね。本当におめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このお二人、私たちね、うん、このお二人といえば、個人的にはもともと女子力が高いお二人お、うん、というイメージがありますが、うん、七色レシピはお料理をする番組ということで、うん、きっとこの番組を通してよりお二人の料理の腕が上達し、ますます女子力に磨きがかかっていくんじゃないかなと思います。はい、さて、女子力といえば、お二人にとってこんな料理が作れたら女子力が高いと何か連想する料理はありますか？それではこれからの七色レシピの放送を楽しみにしておりますといただきました。ありがとうございます。なんだろう、女子力高い。女子力か、ね、でもやっぱりなんか和食が定番な気はしませんか？そうだね、肉じゃがとか言っちゃう。確かに肉じゃが、なんか里芋とイカの煮っころがしみたいな。そうだね。あとなんか休みの日にケーキ作ったりする。なんかおしゃれ。めちゃめちゃいい。私にとっては料理作れること自体が女子力高いんですよ。作らなそう。やめてください。バレてますか私。本当に作らない？本当に作らない。もう納豆混ぜるの精一杯って感じ。じゃあ今日はマスターとしてここにいるので、私たちの女子力の恩恵を受けて頑張ってください。頑張ります。はい、千葉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。そして続いてのお手紙はないですか？もう一つご紹介できますかね。じゃあ私が次は読みます。はい、じゃあ七海ちゃん読んでください。新番組放送開始おめでとうございます。ありがとうございます。誰から？あ、下に書いてありました。ごめんなさい。ゴリさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう一回頭から読みますね。はい、新番組放送開始おめでとうございます。ありがとうございます。料理番組と聞いて、どんな料理を作るのか、どんな料理が完成してくるのか楽しみで仕方ありません。イエイ。料理といえば味はもちろん、お皿や盛り付けなど見た目も楽しみの一つですよね。そうですね。皆さんは料理を作るとき、ここだけは気を使っているという部分はありますでしょうか？あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ
る。知りたい。何気をつけてます？なんか私がちょっと潔癖入ってるから、うん、なんかね、触り探した料理が、うん、なんかね、苦手なの。あー、だからいっぱい触っちゃったやつ。そうなの。だからあんまりこうベタベタに触り探さないでおこうって思いながら作ったりするかな。どう？いや、私も結構衛生面やっぱり大事じゃないですか、料理。お家で作るときはなんか薄いなんかお料理用の手袋みたいなのをなんかして作ってます。そうなんだ。そう、なんかこの間さ、お渡し会が接近のイベントがあったんだけど、はいはい、前日にニンニクをみじん切りにしちゃって忘れちゃってて、次の日イベントなのニンニク臭のままお渡ししました。多分気づかれてないと思うけど、わかんない、気づいた人もいるかもしれません。ニンニク美味しいですからね。ニンニクは美味しいんだけどね。そういうこともあります。はい、たくさんのメールありがとうございます。ありがとうございます。ここで番組説明です。はい、この番組は前半はどなたでも視聴できます。うんうん、後半は会員様貸し切り放送となっていて、月額700円プラス税です。うんうん、後半視聴はもちろんアーカイブ視聴や会員限定グッズ販売、イベント等と特典は随時追加予定です。うん、今だと2ヶ月以上継続していただくと入会初月無料となっています。無料。うん、なのでぜひ会員登録お願いします。ぜひぜひお願いします。感想をツイッターでつぶやく際はハッシュタグの後にナナピと書いてください。ナナピ。まあ今ね、番組とは言いましたが、うん、これはただの料理番組ではありません。え、そうなの？人としての成長の物語なのです。え、そんなにすぎません？そんなだったっけ？読みましたね、今ね、完全にね。本当にちょっとやばい番組かもしれませんね。頑張ってください、二人とも。頑張ります。頑張ります。まあ、そろそろ、そう、今回、うん、一緒に参加してくださる、うん、ゲストさんがね、実はいらっしゃるんですよ。そろそろ着く頃かな。そうかな。どこかな。確かにご予約席が。あ、ね、この音は。ガチャガチャ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ご予約席へようこそ。ありがとうございます。はい、ということで、皆さんが美味しいご飯を作ってくれると聞いてやってまいりました。 AT1 の先輩、大久保留美です。よろしくお願いします。しますか。はい、はい、いや、嬉しいね。なんか長いこと AT1 にいるとこんな可愛い後輩たちにご飯を作ってもらえるっていうね。いや、先輩に料理を、手作りの料理を食べられる機会が、ね、ドキドキしてます、うん、ドキドキするわ。楽しみ。うん、皆さんは普段、はい、自炊はどれぐらいまし、やられますよね、ナナミさんたちは。たくさん。ふみさんとかはいかがですか？するけど、はい、なんかすごい、それこそ凝ったものをめっちゃやるかっていうよりは、パパパパパッと入れて、ぶわーっとかけて、はい、ごちそうみたいな。ささっとできるものが一番よね。自炊はそうですよね。もちはささっと、ささっともする？ささっともしない。そうだ、やっぱ納豆しかじゃ食べてない。納豆しか食べれてない。大丈夫、納豆だけじゃ人間は生きていけないよ。でも私なんてか生きてるんですよ、それで。だとしたら迷っちゃう。なんかこう、うん、専用のシェフがいるとか。あ、違う違う違う。ただちょっとおバカなんですよ。だからもうあんまり、そうなんだ。大丈夫です。もう、でも今日はね、納豆以外も食べてもらえるように、うん、私たちが頑張ってくれるし。もち安心してね。ね、ありがとうございます。まあ、でも私自炊しないから、なんだろう、皆さんがもしか自炊しない時に食べるマイブーム外食的なものがあれば、ぜひ教えていただきたいんですけど。デリバリー。デリバリー、すごい今時の。そうね、ちょっとリッチじゃないですか。美味しい美味しい。家まで来てくれるのがいいよね。ありますよね。便利便利。あきちゃんに来てもらいたいな。私以外デリバリー行くのね。ちょっとリッチすぎて。いつか行きたいって話もしてるからね。あとは何かな。なんだろうね。今日はでも海鮮丼を食べに行ったんですよ。すごい素敵。美味しくって、なんかやっぱ自炊、家で自炊するのもいいけど、なんかそういうイクラとか、
お刺身とかをやっぱり長く家に置いとけないから、うん、かそういうものはこう外に行って食べるのもいいなって思いました、ね、はい、確かにね、外食って謎の美味しさがありますよね。なんかお家じゃ絶対に出せないあの美味しさがあって、そうそうそう、ね、外食そうね、で皆さんはなんか作品で他の作品とかでなんか共演してたりする？そうです、私はあの、うん、ルミさんとは異世界魔王っていう、うん、ね、はい、作品以来お会いして、うん、あ、そう、久しぶりかも、久しぶり、久々です、うん、本当に、まあでもあっちゃんとね、はい、あとモッチーはジャンガールズラウンド、そうだ、ユニットが一緒で、うん、常に一緒って感じ、ね、最近どんな？ランガですか？実は、はい、明日 CD 発売日なんです。あ、じゃあ宣伝しなきゃな。宣伝して。曲リリースで、あのダイヤモンドスマイルっていうテレビアニメ、うん、キラッとプリちゃんのオープニングテーマが発売になりますので、ぜひぜひあのお手に取っていただけると嬉しいです。この冒頭でお願いします。ありがとうございます。お願いします。なんかちょっとあるんじゃないですか？そうなんです、実はあるんですよ、うん、本日のテーマはドドン、和風料理です。おー、いいね、テーマ、テーマいいと思います。こちら、メールもいただいてますので、ご紹介をしていきたいと思います。はい、それでは紹介していきます。はい、それでは私が紹介しますね、うん、します。お給の Q さんからいただきました。ありがとうございます。ナナミ、あっちゃん、そしてゲストの大久保さん、モリシー、こんばんは。こんばんは。と、僕が好きな和風料理は、うん、豚肉とほうれん草を使った和風パスタです。おー、うん、僕の弟は料理が得意なのですが、親が不在の時はよくこの和風パスタを作ってくれました。うん、皆さんは兄弟に料理を振る舞ったことはありますか？あー、なるほど。兄弟そもそもいらっしゃいます？私ね、お姉ちゃんがいる。あ、うん、姉妹か、いいですね、なんかお姉ちゃんがそれこそ作ったものをこう置いて片付けしてる間にパタパタパタって食べてたよ。あお姉ちゃんのが美味しいよって。羨ましい。姉妹素敵ですね。姉妹羨ましいよね。みんな兄弟いるの？います。私男兄弟で、そうなんだ、弟がいます。お姉ちゃんなんだ。お姉ちゃんなんだ。実は長女一応私は兄がいるんですけど、でも一緒にこうご飯食べたりしますね、結構食べてって。あ、作ってあげるんだ。食べる。ななみはいるの？私も、3人兄弟で、兄、私なんですよ。あ、みんな男兄弟だ。でも料理は作らない。別に外で勝手に食べてって感じです。はい、そんな感じで。あ、まだもう一つ食べるみたいですよ。嬉しい。じゃあ私が次は、はい、ありがとうございます。ご紹介しますね、うん、ペンネーム一味さんからいただきました。ありがとうございます。あ、ナナミン、あっちゃん、ゲストのルミルミ、モッチー、こんばんは。こんばんは。新番組おめでとうございます。両親が畑で野菜をいろいろと育てているので、うん、私も料理を始めたいと思っており、ちょうど番組が始まるので運命を感じています。嬉しい。初心者でも簡単に作れる何かおすすめな野菜料理はありますでしょうか？ありがとうございます。ありがとうございます。野菜料理、なんかもうそれこそカレーとかね、野菜いっぱい入れて、夏野菜カレーとかいいですよね。あとはもう野菜炒めですね。確かにもう楽だね。塩コショウを入れて炒めとけって感じです。はい、それを食べてください。はい、という感じでいいかな。まだメールはありますか？あ、もう1つご紹介できるみたいです。はい、じゃあ紹介します。スタンガン加藤さんからいただきました。ありがとうございます。出演者の可愛い髪型する。
出演者の皆様ごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう。週末から暑くなり、急に食欲がなくなってきました。いわゆる夏バテです。大変だ。そのため、私は土曜日にひつまぶしを食べたのですが、皆さんは夏バテした時、これを食べるというものはありますか？これから新番組楽しみにしています。といただきました。ありがとうございます。豪華ひつまぶし。ねえ、ひつまぶし。高い。いいですね。でも元気出そうな。そうだね。夏バテみんなするタイプ？あー、結構しちゃうかもしれない。私もね、すっごいひどいのね、夏バテが。そう、あんまりひどいとご飯を全く食べなくなっちゃって、そう、3日ぐらい何も口に入れない。そうなんですか？全然お腹空かなくて。あららら、うん、デリバリーにそれは行きたい、私は。それは別の意味で食欲が湧いちゃうな。いいかなっていうのはね、割と悩んでるから、うん、なんかプロモーションしてほしい。プロモーション、そうだな。でもやっぱりあっさりしたものが、うん、確かに梅使ってたりとか、ね、あ、いいね。梅干しはやっぱいいよね。お茶茶漬けみたいな、梅干し茶漬けとかさらっと食べれて、あ、確かに。そうな、そうそう、いやでもなんかこう暑いと冷たいもの食べがちじゃないですか、うん、そうね、なんかそれが夏バテにつながっちゃうっていう風に、確かに、暑いからってアイスばっかり食べてると、そう、余計に ね悪くなっちゃうみたいで、悪いって聞きますね。じゃあやっぱあったかいものをあえて、お鍋とか逆に良いけどそれどうかな、キムチ鍋とか、あ、そうそうそう、大好き、夏にキムチ鍋、卵落としてね、あ、いやいや、絶対はい、スタミナつきそうな感じかな、うん、はい、じゃあ次、お、じゃあ最後のお手紙です。はい、ありがとうございます。ラジオネーム、ペンネームですね、ご飯大好きさんからいただきました。いいね、ありがとうございます。素敵な、はい、ななみん、あっちゃん、新番組放送開始おめでとうございます。ありがとうございます。料理上手で有名なお二人ですが、これからどんな放送になっていくのかとても楽しみです。はい、さて、好きな和風料理ですが、僕はおからハンバーグです。ヘルシーかつお腹いっぱいになれる肉料理で、週1ペースで作ります。すごい、週1。ちなみにあのカラーでイラストがついております。見えるかな、見える、すごい、めっちゃ美味しそう。ハンバーグ、わー、なんかおしゃれ、めっちゃ美味しい、ね、盛り付けもいいし、ね、やめて、これから料理作るんだから、そうですよ、料理すごいことしないで、お願い、ハードル上げてきてますよ、ね、やめて、大変だ、まあ、私たちも美味しいご飯をね、負けられないよ、ね、頑張っていただきたい。いや、おからか、確かにおからクッキーとかも好きだし、確かに美味しい、ね、ある一定の時期からおから流行りだしたから、確かに浸透してきてる感じがありますね。なんかお腹空いてきちゃった。おお、私もお腹空いてきました。はい、もう本当にたくさんの、あのお手紙ありがとうございました。読み切れない部分もあったんですけど、またまたたくさんのお便りこれからも待ってます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあまたね、はい、紹介しきれなかった分は紹介させていただきますね、うん、はい、この後紹介します。はい、はいはい、それではそろそろ行ってみましょう。このコーナー、料理の時間かっこかり、わーい、かっこかり、待ってました。ついに来たよ。これはね、ゲストの希望に沿って、はい、ななみさんたちにそれぞれ1品ずつ料理を作ってもらいます、うんうん、ただし、お、ただしただし、大久保さんが召し上がるのはどちらか1品のみ。なんてこった、そう、1品のみなんです。どちらがより食べたいか、それを決めるのはゲストの大久保さんと私、うん、そしてそして視聴者の皆さんです。なるほど、はい、選ばれた料理で後半放送にて大久保さんと会食を開きます、うん、そして残念ながら選ばれなかった料理は、うん、作ったななみさんにぼっち飯を決めてもらいます。ぼっち切ないよ、悲しい、そんなワイワイしてるのに悲しいですよ、渋谷だなそうです。ではそれでは大久保さん、はい、改めて本日のテーマをお願いします。はい、本日は和風料理でお願いしたのですが、うん、これだとちょっと広いので絞ってみました、うん、ということで本日のテーマは和風パスタです。おー、じゃあそれぞれ
れ、はい、品名の発表をお願いしてもいいですかね。はい、はい、じゃあまず山下ななみさんから。はい、私が作るのは梅しそとツナの和風スープパスタです。あー、美味しそう。おしゃれ、おしゃれ。さっきもね、ルミさんがやっぱ夏バテしがちだという話もありましたけど、そんなルミさんにぴったりの確かに梅干しを使ったあっさりなスープパスタを、冷たいスープパスタを、あー、冷製好き、作りたいと思います。頑張るぞ。おありがとうございます。では続けまして厚木ななみさん、お願いします。はい、私厚木はですね、鶏レンコンのバター醤油ペペロンチーノを作っていきたいと思います。バター醤油最強。そうなんですよ、もうやっぱ和風パスタといえばバター醤油みたいなところあるじゃないですか。しかも皆さんやっぱりお腹が空いていらっしゃるということで、私はもうお肉でがっつりと攻めていきたいと思います。早い。どうかな、これは。え、両方食べるって選択肢はないんですか？ありません。ありません。やだやだ、厳しくいきましょう。もうな、厳しいな。ありがとうございます、うん、はい、それでは料理名だけでまず今はどっちの気分かアンケート取っていけますか。そのような、じゃあ今の気分だな。まあ確かにそうですね、うん、あ、もう始まってますねアンケート、うん、今のこのアンケートは別に関係ないんだもんね。勝敗には関係ないので、うん、そうですね。どうかな、みんな、ね、どっちがいいかな、どっちも美味しそう。時間的にもちょうどお、もう晩ご飯食べ終わった頃かな、みんな。あー、終わった。そうなんだ、ね、どうなんだろう、今からって人もいるかもしれない。これ見てご飯食べてる人もいるかもね。あ、いいですね。どっちかな、どっちも美味しそうだよ。はい。あ、出ました。すごい、でも分かれてるよ、結構。すごい、キーサだ。すごい、めちゃめちゃキーサ。キーサ素晴らしい。いや、もう今ペペロンチーノに投稿した人、これ投票した人覚えておいてください、ね、いや、ふんと言わせてやりますよ。ペペロンチーノに入れてくれた人、その気持ち忘れないでね。すごい、かわいいな。アピールし合ってますね。いいですよ、頑張りますよ。はい、はい、じゃあそれではこれもう料理スタートいっちゃいますか。はい、はい、いきますよ。それでは料理スタート。ペコペコだから待ち遠しいんですけど、うん、これはじゃあななみさんたちに料理してもらってる間に、うん、メールをもう少し紹介しましょうかね。はい、せっかくなので。よいしょ。はい、来ました。これじゃあどうしよう。あ、読んでもらう。じゃあまず読んでみますか。ここにあるよ。あ、ありがとうございます。来ますよ。あ、七色ネームガセッティさんからいただきました。よしよしよし、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。私が好きな和風料理は、うん、自分で作る和風の麻婆茄子です。おー、辛いのが苦手なので、豆板醤です。豆板醤や、これなんだろう、何これ、なんて読むのこれ、なんて読むんですかもうね、難しい調味料が書いてある、ね、これ使ったことない。まあ、ほにゃららです。ほにゃらら、これ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 、これなんて読むんですか。もう料理しないからもう全くわからない。あ、甜麺醤。あー、これで甜麺醤って言うんだ。甜麺醤、なるほど、わかりました。甜麺醤の代わりに味噌を入れてみたところまろやかな味になって、夕食としてよく作るようになりました。ネギと茄子と豚ひき肉を炒め、調味料を入れてひと煮立ちさせ、水溶き片栗粉でとろみをつけて完成と、意外と簡単に作れるのでぜひ試してみてほしいです。いいね、美味しそう。すごい、もうなんか用語が多すぎて、もう大変だった。でもちゃんと作ってるって感じ。写真も一緒に来てますけど、ちょっと見せたいですね。じゃーん、美味しそうだよね。ちょっとこれちゃんと美味しそうだわ。ねえ、うん、これは作れないな私。でもなんか今ほら、あのスーパーとかで、はい、それこそ中華の素とか、はいはい、何でも売ってるから。確かに最近すごいなって思うのがね、あのもうすでに切ってあるキャベツとか ありますね。ああいうの売ってるから、なんかわ、これは
申し訳ないけど、うん、楽になるから本当に時短になって仕事終わりとかに帰った時に作るんだったらもう本当に助かるって思っちゃう。本当に私もあの鍋の具材がもうすでに切ってあるものあるねあるじゃないですか。でしかも最近だとこう鍋わざわざこう火でやらずに、うんうん、なんだろう電子レンジに入れて、ああそうなる、鍋できるタッパーとかもあるじゃないですか、うんうん、なので本当そういうのにお世話になってるんですね。いやいいですね。まあでも若者の料理離れはここからだなっていうのは確かに思うけどねそうですね、うん、いや本当に今助かってます私からすると。さて、お、ワイプになったぞ。お、なってますね、うん、2人の料理してる姿が、あ、映ってます。映ってる。お手紙がまた来ました。やっほー。じゃあ引き続き読みますね。はい、これを東堂さんでいいのかな、うん、いけます。ペンネーム東堂ゆきさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。山下さん、厚木さん、そしてゲストの大久保さん、森島さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。さて、あ、こんばんは。帰ってきた、うん、さてテーマの好きな和風料理といえば、私は抹茶スイーツのシリーズですね。お、いいですね。甘い中に抹茶の苦味が組み合わさって、うんうん、和と洋がとてもいいバランスになってますよね。抹茶ケーキ、抹茶パフェ、うんうん、抹茶プリン、うん、抹茶アイスとどの組み合わせも美味しいです。そんな抹茶スイーツを食べてると熱い抹茶も合わせて飲みたくなりませんか。へえ、うんうん。抹茶の料理を食べているのに不思議ですよね、うん、ではでは。抹茶っていうと最近新宿かどこかに抹茶の専門の紅茶のお店ができてて、え、抹茶の専門の紅茶、あ、そう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 、なんかちょ、もう言ってることが謎すぎるんだけど、抹茶専門の紅茶っていうそう、なんかいわゆるタピオカティーみたいなことなのかな。すごい並んでるんだけど、でも美味しそう、うん、有名店になってるからね。あんまり普段見ないから結構気にはなるけど、いつも並んでるからね、うん、いやなかなかね、並んでだと。でも確かに抹茶ってなったらこう、うん、すごい苦いみたいなイメージがあるけど、紅茶になったら飲みやすそうだなと思いますね。ある、好きなスイーツとか。え、私はでも、うん、あのまあ私抹茶京都出身なのに抹茶を飲んだことないで有名なんですよ。そうなの。実はそう、あのあっちゃんもね知ってると思うんですけど、苦手ってこと。まあ、苦手じゃないんですよ。味がね、わかんないんですよ。味がわかんないってことは本当に、え、でも飲もうとかいう気もあんまりないの。そうなんです。へー。そうだからあの、でもそれでもまあ抹茶、うん、アイスとかはよく食べるので、うんうん、本物の抹茶味わわなきゃなと思いますね。そっか、うん、なんか今だとね、その抹茶アイスとかはもちろんだけど、はい、あの抹茶専門のさ、それこそ京都だったら辻利っていうところが、はい、あそこのパフェとかもすっごい美味しいから。美味しそうですよね。食べたい。あとスカイツリーにすっごい美味しい抹茶のお店があって、はい、いつもあの外国の方が、ね、たくさん並んでるからなかなか行けないんだけど、はいはいはい、うん、そういうのもおすすめかも。あ、やっぱ海外の方は飲みたい、食べたいでしょうね、抹茶と思う、ね、うん、あ、メール。じゃあ、あ、ラストかな。はい、ラスト。じゃあちょっとここで向こうの様子もう一回見てみます。行きたいですね、うん、行ってみますか。ワイプになるのかなこれ。あ、あ、なったなった。なるほどなるほど、ちょっと実況しちゃいましょう。はい、お二人ともどん今どんな感じですか。もしもし、計量カップを探しています。スタッフ、計量カップを持て。おやおや、あ、これ、これありました。あ、あった。あ、ありがとうございます。おー、おっきい。今まだ材料切ったりしてるところかな。はい、今切ってます。梅ペースト、今スープを作ってます。おー、私は鶏レンコンのレンコンを準備してます。ほんとだ、いいね。できるかな、できるかな。ああいうエプロンを着た女子がさ、一生懸命料理を作ってるってだけでこの番組は大変美味しいですよ。はい、ありがたい。いい、まとめ髪もいい。ねえ。よいしょ。結構ね、自分の家でも作っ、なんか使ってるめんつゆとかも置いてあるから。あ、うん、馴染みある調味料たち揃ってますよね。ねえ、うん、よいしょ。普段料理しないって言ってたけど、はい、なんかその お母さんとか実家で作ってくれる料理で好きなものとかある？はい、私豚キムチとか。あー、美味しいね。豚キムチ得意得意得意。すごい。得意。作ってください。作る作る。あのね。ちょっと嬉しすぎる。隠し味にめんつゆを入れるんで。何それ？何それ？嬉しくなるの。ねえ、めんつゆ入れるの聞いたことない。やっ
い。あの作れないです。そう、ボトルキムチを作ってもらうために、今回はマスターだけど、うん、次はこの私の位置で来るっていうのはどう？いいですね、それ。あ、いい、行きたい。ねえ、ぜひぜひ。すごい、めんつゆって何でも合うんだね。確かに、めんつゆ万能。うん、なった。そして今、どっちもナナミンなんだけど、はい。山下さんの方はナナミンで、厚木さんの方はナナミちゃんって呼ぶね。あ、わかりました。ナナミちゃんで。ナナミちゃんは今何をしてるの？レンコンの芽が結構、なんていうんですか、根が深くて、それを包丁でちょっと切ってます。わー、ありがとう。芽はね、取ってくれるとね、確かにこっちもありがたい。すごい、なんか勝手にね、はい、もうスタッフさんが大抵作ってて、はい、あとはなんかこうなんかやってますよ感なのかなと思ったら、意外とちゃんとやってるんですよ。ね、頑張って作りますよ。すごいね。包丁、あとは最後、最近、うん、いつ何を作ったか。最近もう私チャーシュー作りました。すごくない？すごいよ。チャーシューすごいでしょ。ねえ、なんか私インスタをね、今やってるんですけど、さっきフォローした。ありがとうございます。フォローし合ってますね。それでなんかそのインスタのフォローしてる人の中に、なんかお料理が上手な方がいらっしゃって、その人がすごく時短で簡単にできる料理をレシピを載せてるんですよ。そうで、そっからチャーシューを見つけて、本当にね、まあ寝かせる時間も入れると1時間半ぐらいかかってるしまうんですけど、それでもチャーシュー1時間半はすごいんで、ちょっとインスタ見て、すごい、ちょっとインスタを見てください、私の。そしてそのあの方のところに飛んで作ってみてください。レシピ載ってるんで。へー、そうなんですよ。すごいね、作るっていう。そもそもチャーシューだってラーメンの時がいつ食べるの？確かに、なんか私はそのままなんかサラダにしたりとかサンドイッチに挟んだりとか。あ、すごい、女子力高っ。すごいね、もうなんか、あんまりそういう風にチャーシューをラーメンに入れる以外の戦法で使ったことがないから。確かに、私もですよ。だいたいやっぱりね、とりあえずラーメンに入れるかっていう。そう、じゃあ厚木さん、はい、今料理してますね、うん、じゃあ厚木さんの人生で一番美味しかった料理、人生で一番だって。でもすごい安直だし、自分が料理してないやつでもいいんですか？全然いいですよ。なんか外食ですごい美味しいお肉屋さんに行って、もうやっぱお肉って美味しいなって。いや、美味しい。そう、高いお肉料理だったの。そうなんですよ、ちょっといいとこに。いいとこ。あ、焼肉に。あ、焼肉。焼肉、めっちゃ美味しかったです。そうなっちゃうよ。へー、やっぱシンプルなね、ご飯もいいですよね、お肉焼くだけみたいな。そうね、焼き加減でやっぱり味も変わるしね。確かに確かに、みんなで行きましょう、また、焼肉会。私最近、ちょっと待って、さっきとかぶっちゃう。私、本当に今日のお昼ご飯で、あの、ブスタミナ豚キムチ丼っていうのを。どんだけ好きなの？スタミナ豚キムチ丼をもう週になんか 3,4 回食べてるんですよ。すごい。まあ、それは、まあ、もちろん手作りじゃなくて、もうお弁当屋さんで買ってるものなんですけど。でもあるよね、結構ね。そうなんです。それに、あの、まあ、週3回4回食べちゃうから、卵を乗せるか、乗せないかで、こう、日替わりで楽しんでますよ。そっかー。そう。なんかもうあんまりね、人に知られたくないからお店の名前は言わないんですけど、すっごい美味しいパスタ屋さんがあって、そこのパスタは世界一だと思ってるのね、私。ちょっと待ってくださいよ。なんかもう、でもね、結構チェーン店でいっぱいあるんだけど、これ言ったらバレそうなんだけど、多分本店があって、そこで修行した人たちがいろんなところに散らばって食べ、あの、作ってるのね。なるほど、なるほど。そう、だからもう、あの、ちょっとこの番組で言うと、みんな言っちゃうから、言っちゃうとね、その、また混むの、今でも混んでるのに。え、私は後でちょっとお伺いしてもいいですか？やったやったやった。すごい美味しいから、私もね、気になる、行きたい。パスタでもいいですよね。ね、パスタもね、さっきの夏バテの話もあったけど、結構パスタも食べやすいから。そうですよね、確かに。やっぱり冷たいパスタはいいですよね。冷製美味しくて好き。夏バテの時はいいですよね。お肉でスタミナつけるのもね。いや、それもいいよ、もちろん。夏バテ、
とね。すごいプレゼンうまいな。うまいな。これはちょっと期待できる。これどっちか選んだら刺されるんじゃないかな。いや怖い。怖い。大丈夫。そうね、そんなことないよね。ないと信じたい。手元がおお。何？本格的ですよ。切っております。玉ねぎを。はあ。あ、涙は大丈夫ですか？玉ねぎ切ってると。なんか今大丈夫だ。なんか玉ねぎ切るときにさ、涙出ない方法とかあるんだよね。玉ねぎを冷やす。あ、そうだそうだ。あと普通に鼻にティッシュ差し込む。目から来たりもするしね。難しいけど。私は新玉ねぎを生のままサラダに入れるのが大好きです。でもいい、新鮮で美味しそう。新玉ねぎはね、あの時期しかもう食べれないっていうのがあるから。時期物いいですよね。時期物好きだね。もうちょっとで桃とかね、美味しい時期になってくるから。確かに。私子供の頃にね、はい、桃を一人で丸々一個丸かじりするのが夢だったの。はいはいはい。大人になったら割と簡単にできてなんかしょんぼりするよね。しょんぼりじゃん。メロンとか一個食べたいとか思ってたけどさ、はいはい、それも大人になると割と頑張ったらできなくないから。確かに。意外とできちゃうみたいな。そう。いやでもいいじゃないですか、実現できて。大好きだな。へえ。さあ、あれどうかな。あれ消えた。あれ厚木さん向こうに、厚木の温めに電池を使いに行ってました。あ、すごい。もう本当にどんな感じかな今進捗は。あ、今ルミさんが大好きな玉ねぎ、水で締めるところです。お、水でいいね。ななみんのあの可愛い顔で締めるって言葉が出るのがいいです。大変締められたいですね。よっしゃ、締めておきましょう。はい。あとは地方に行った時に必ず食べるものっていうのが今テーマで出ましたよ。食べんねー。食べんねー。優しい。さあ大根おろし、よし、お肉だ。仙台のね、あの仙台、しそう、仙台シェイク。そうです、そうです。ずんだシェイクはもう絶対飲みます。あ、そっか、あれ美味しいもんね。大好きですね。まあ、あとはまあ牛タンとかも絶対食べますし、今パッと出てきたのはそのあたりかな。地方、本当に美味しい。地方ね、おいしいものばっかりだから悩むけど、やっぱりその土地のおいしいものは食べたいよね。そうですね。ただ私海鮮がね、すっごい好きなんだけど、はい、もうどこの海鮮がおすすめとかありますか。あ、でもやっぱ北海道は恐ろしいほどに美味しい。待ってくれ、もう私夢なんですもん、それこそ。でもなかなか行けないからね。本当に行ったことないです。10月ぐらいの北海道だとまだそこまで寒くないからおすすめかなって思う。やっぱその料理だけど、そのイベントとかで行くと次の日がイベントだから、だいたい前乗りじゃん。そうするとね、海鮮食べて当たったら困るから食べさせてもらえないのね。そういう配慮もあるんですね。そうだから、それがもう本当に辛くて。辛い辛い。いやー、食べるんじゃ。お腹痛くても頑張るから。いや本当ですよ。まあ、確かにイベント終わりって時間がね、あんま取れないから、うん、そうなんだよ。食べるならイベント前なのに、そういうね配慮が。そうなのよ。まあ、牡蠣とかもすっごい好きなんだけど、牡蠣割と当たるのね私。好きなのに。大好きなのに。だからやっぱりね、食べさせてもらえない。いやそりゃもう、まあでもね、しょうがない。残念。美味しいですもんね牡蠣。大好き。牡蠣はね、あかんわってみんな言ってますけど。そう、生でも生牡蠣が好きなの私。あ、いいですね。そう、食べちゃうんだよね。ちなみに2人は生牡蠣ですか。生牡蠣ってか、地方に行ったら何食べる。あ、でもなんかそのご当地のものがやっぱ食べたいよね。そうだよね、海鮮いいですよね。なんか私たちだったらほら、あの最近ライブとかでも、はいはい、なんか地方に行かせてもらう時あるからさ、確かに。でこれからもっと増えたら、そうだよね、いろんなところでね食べれるなとは思う。いやもうずっと全然仕事とかではなく、北海道に行って海鮮が食べたいって本当に言ってて、海鮮食べに行きたいな。ね、行きたいよ。牡蠣私食べれないんだ。あ、そうなんだ。あ、でも私もね、二十歳超えるまではね苦手だった。へー。ある一定の時から食べやすく食べれるようになるものってやっぱあるんですね。あと去年から急にホルモンが食べれるようになったね。へー、ホルモン。それまで全然食べれなかったんだけど、急に食べれるようになっちゃって。私逆です。あの、もともとすごい好きだったんですよ、中学生高校生ぐらいの時。すごい大好きだったんですけど、最近もう食べれなくなってて。もったいない。もったいない。何美味しいのに。そう、もう
人さんは今なあ大根おろしをしてます。大根おろしも大好き。意外と体力いるんですよね、この大根おろし。そうなんだよね、腕が大きくないしね、筋肉つく。料理って本当に体力勝負ですよね。意外かね、意外と体力使う。でも二人とも割と進み始めてるのかな。そうですね、私はお肉を切ってます。わーすごい、本当に本格的。すごい。あーでも私鶏肉の皮大好きなの。あー今取っちゃってますね。やばい、じゃあ皮だけ焼いて食べるとか。あ、それいいね、それめっちゃいいね。ポン酢で、こう大根のポン酢とか、鶏皮。わー、ちょっとこじゃん。でもね、あの鶏肉の皮をちゃんと取るっていうのはちゃんと料理をしてる人ですよ。確かに、あれはいい奥さんになりますね。頑張ります。いいね、二人とも一生懸命作っている姿をこう間近で見られるってのがいいね。本当に。いや確かに、別の実況になり始めてるね、また。違うね、もうファン目線になってますね。はい、じゃあちょっと、はい、どうぞ、二人の元へ行ってみますか。はい、本当ですか。行きましょう、行きましょう。ぜひ来てください。ね、皆さんも多分近くで見たいだろうから。はい、はい、こんにちは。じゃあまず7名からの、はい、私は今大根おろしをすって開かない、このソースと混ぜて。わー、嬉しい。ちょっと匂い嗅がしてもらっていいですか。なんかこれ生姜もだいぶちょっと入れてみました。生姜が入ってる。あと梅と、わーいい。で大葉です。あ、大葉大好き。食べちゃう、ね、定番ですよね、でもこの組み合わせは。絶対間違いないもんね。ちょっとこれなんか、スプーンいっぱいあった。味見してやろうと思って。これが味見できるんですかね。これもちょっと大丈夫、食べてみてもいい。はい、大丈夫です。へえ、そんなにいっぱい取るとね、怒られちゃうから。トマト、あー、いい。なんか梅の酸味もちゃんと効いてるし、めっちゃさっぱりしてて食べやすい。おお、美味しい。コメントをありがとうございます。すいません、いただきました。はい、ペロ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 、ありがとうございます。匂いもいいですもんね、もうすでに。もうすごくこの大根おろしのね、この風味と加わってさらに美味しくなるんで、わー、楽しみにしててください。これプレゼンって、あれさっきのパーセンテージで、本当だ、プレゼン、そうだ、さっきじゃあ、はい、視聴者の皆さんのアンケートで、ルナミンさんは負けたんだ。負けていたので、アピールタイムが制限時間なしなんですよ。嘘、はい、本当に。そうなので、もう今もう思う存分アピールしていただいて OK です。あ、マジですか。マジです。じゃあ、ペペロンチーノに投票したそこのあなた、あなた、あなた、あなたですよ、あなたですよ。どうですか、この出来栄え見てください。こんなに一生懸命頑張って作ってるんですからね。まずはこのスープはめんつゆと、あと出汁も入ってますし、あと梅干し、あと生姜も入っております。これだけじゃないんですよ。ここに私がもうすごい、もうここに力こぶを作ってすりおろした大根おろしと、あとはこれから切る大葉ですね。それと今水で締めているこのシャキシャキになった玉ねぎさんも加わりますし、そうなんですよ、あとはなんかね、ごまなんか振っちゃったり、海苔なんか振っちゃったりして、もっともっと美味しくなるので、この蒸し暑い今日、私と一緒に和風スープパスタ食べてくれませんか。完璧かよ。なになに、もう完璧かよ。どうな、気が変わったでしょ。もう引き続き頑張ります。はい、応援しちゃう、楽しみにしてます。あ、お、ゴムが鳴りましたよ。完璧なアピールタイムでした。ねえ、ありがとうございます。さすがです。皆さん、ぜひななみんさんに投票をお願いします。はい、お願いします。じゃあ次見に行ってみよう。では行っちゃいますか。あ、次か。めっちゃいい匂いするよ、こっちは。バターの匂いが今すごいしてますね。あら、こちら私立てても邪魔になりませんか。大丈夫ですか。お邪魔します。これは今、あ、ニンニクか。ニンニクを剥きます。わー、ちょっとスタミナ
なつきそう。そう、ね、レンジで加熱したんだけど、ちょっともうちょっと加熱しなきゃだな。硬いです。硬い、硬そう。ニンニクはね、ね、すごく美味しいんだけど、ちょっと味見しませんか、うん、レン君が今、ね、いい感じに火が通ってるので。え、食べていいの？もちろんです。嬉しい。スプーン、あ、スプーン、ありますか、ありますか。ありました。すごい、すごい、いっぱい食器入ってた今。すごいですよね。よいしょ。とっても熱いんですけど。ありがとう。ぜひぜひ。もっちも本当にとても熱そう。めちゃめちゃ熱いと思うけど。本当に絶対熱いよこれ。お気をつけて。待って待って待って。あ、大丈夫。どうですか。やけどしないように。どうですか。あ、熱い。熱い。大丈夫。おいしい。おいしいですか。やっぱりバターはいいね。ありがとう。いやでもすごい、なんかレンコンってなんか喉にいいみたいで。あ、そうなの。そうなんですよ。私たちにもうすごいぴったりじゃないですか。そうなんです。生姜湯とレンコン湯って並ぶぐらいすごい喉にいいらしくて、へー、ぜひ。だからすごい、もう料理できる人は知識の量がまずね、いやいや違いますね。あとやっぱりレンコンってね、きんぴらにしたりはするけど、確かにあんまりパスタで効かないから、うん、ちょっとこういう機会がないとなかなか食べないこともあるんでね。確かに、ぜひ。しかも、うん、今鶏肉があるんですけど、うん、鶏の脂も喉にいいらしくて、あら、風邪予防にいいみたいで。そうだそうだ、聞いたことある。でまたね、このニンニクとバターとがこの後なんかこう合わさると思うと、うんうん、でこのレンコンでしょ、鶏肉だし、うん、これはぜひ楽しみに。ああ、鶏肉の話したらいいんだよ。なんで両方食べちゃいけないんだよ。どっちも食べてほしいんですけど、ちょっと。あ、でも待って、さっきあっちゃんは、うん、あのアンケート、うん、一般の方々のアンケート、はい、あの優勢だったので。あ、そうだ、アピールポイントはすごく限られていて、なんと7秒です。早っ、7秒。何喋れるの。7秒しかありません。嘘嘘。なので、一言だね、ほぼ一言。あちらのね、カメラが分かりました。ありますの、7秒以内で分かりました。アピールしましょうか。はい、それではあっちゃんアピールタイムです。どうぞ。厚木ななみの七色レシピで絶対美味しいご飯を作ります。みんな投票してね。お願いします。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。シンプル短い。そう、7秒なのもななみだけにね。ななみだけに、なるほど、ありがとうございました。はい、それでは私たちは一旦戻りましょう。戻りましょうか。頑張ってください、頑張ってね。楽しみだよ。もうだ、どうしたらいいの私。どうしたらいいのよ。もうわからない、わからないよ。どうすればいいの。どうすればいいかわからないから、とりあえず両方食べる選択肢をもぎ取るために何か考えようかな。ダメです、ダメだ。厳しくいきますよ。本当にもう私も本当は食べたい。そうだよね。いや、そう、これはちょっとじゃあ2人とも料理姿もうちょっと見ていたいんですけれども、うん、いやでもね、うん、なんかどっちを食べても美味しいのは間違いないから、はい、間違いないです。本当になんか食べるためだけに来た私、グッジョブって感じですね。羨ましい。私もこの後存分に食べたいなとは思うんですけど、ね、まあでもどうだろう、どっちも美味しそうだったか。そうなんだよね。いやー、迷うなー。あー、今今ツナ缶が入りますよ。おお、あっちはツナ缶で、こっちはニンニク投入されてるよ。入りました。すごいね、いい音がね、ジューって。いやー、どうしよう。どうしよう。まあでもやっぱり、うん、これ冷製パスタにツナは完璧な組み合わせだし、うんうんうん、もうニンニクと醤油とバターは間違いないじゃない。間違いない、本当です。うん、スタッフさんは。どういうつもりで私たちにこの苦渋の選択。待って、いい匂いしてきた。待って、ちょっと来ましたね。すごいニンニクの匂いしてきた。すごい。え、ちなみに私パスタ固めが好きです。あ、わかりました。私はどんどん出していきましょう。ちょっと覚えとかなきゃ、はい、楽しみ。パスタちょっと固めが好きですね。そうなんですね、うん、通常の分数より1分早くあげちゃう。へ、すごい美味しそう。でもそれも、あー、いいね。これも今の段階で皆さんはどっちがいいと思ってるのかな。気になる。まあ、ちょっとこれ匂いがね、画面の向こうに届かないから。届かない、残念なんですけど、うん、なんか匂いを嗅ぐとね、よりやっぱ思うよね、うん、迷うけど。いやー、
私は今日朝からもう何も食べてなかったので、うん、もう本当に早く食べたい。あれ待って、さっき豚ニンニク食べてて出たから。いや待って待って、それはキムチのうちに入んない。あれ入んないの？入んないです。あ、そうか、豚キムチはもう本当に入んない。もう全然もうお腹ペコペコですもん。私もね、あんまり食べてきてないから、うんうん、てかそのここ最近暑かったじゃない、はい、そうですね。だからね、早期の夏バテがね来てしまってね。いやー来てますか。もう来てるのよ。わかります。すぐ夏バテちゃうからね。うん、でも夏バテなのか五月病なのか私分かんなかったです。あでも五月病がさ、ほら、うん、ゴールデンウィークで何連休もあって、うん、まだ入学したばっかり、まだ会社に入ったばっかりなのに、うん、この長期の休みが楽しすぎて、うん、終わった後の脱力感がひどくてなる病気だから。それか、うん、なるほど。だからゴールデンウィーク丸々休みだったわけでもちろんないでしょ、うん、そうですね、いろいろあったけど、だからこれ夏バテですよ。夏バテか。夏バテですよ。気をつけてくださいね。いやー、うん、あ、もうみんな肉の音が、音がすごい。やっぱ薬系はね、うん、音があるっていうのがね。そうですね。そう、どっちも香りも見た目もあるんだけど、うん、この薬系だけは音っていうのがしっかりあるんで、うん、大事。うん、おー食べたい。うん、2人とも結構一生懸命やってますけど、やっぱり料理はね、うん、タイミングとか準備とかがそうそう進行通りにいかないのが難しいとこですね。そうですね、うん、でもこんなに手際よく作れるなんてね、それがもう素晴らしい。てかこのスタジオすごいよね。なんかめっちゃ綺麗ですよね。めっちゃ綺麗。バイバイ。本当にそれにすごいいろんなもの揃ってて、お肉を焼いております。お肉早く食べたいよ。お肉食べたいよ。ダメ。あーでもな、向こう見て梅をあんな風に細かく切ってるよ。そうですよ。カリカリの梅をね。カリカリの梅最高。しかもね、生姜も夏バテにすごいですからね。あ、そうですね、うん、聞いたことある。やっぱりちょっと逆に冷たいもの飲みすぎて体が冷えてるんで、あったかいものをなんか芯から温めるって意味でも生姜は好きだし美味しいし、うん、何なの？ずるいもう。ちょっといやー迷う。いいですね。もうまだまだ2人の姿見ていたいんですけれども、はい、そろそろ前半放送も終了のお時間です。あ、もう早い。やっと早いですよ。はい、このチャンネルではお便りをもっと募集しております。え、番組の感想、毎回のテーマ、番組の料理を実際に自分でも作ってみたなど、うんうん、運営コメントのメールアドレスへお送りください。ななみアットマークudeal.co.jp です。番組の情報は公式ツイッターでお知らせしますので、ぜひフォローしてください。はい、ツイッターでの番組ハッシュタグはシャープななぴです。公式インスタグラムもありますので、ぜひフォローお願いします。お願いします。放送中に作った料理のレシピはブロマガに掲載予定です。作ってみてね。お願いします。大久保さん、あの告知等ありましたら。あ、告知っていうか、はい、あのさっきも言ったんですけど、はい、インスタグラムをようやく SNS に全く触れてこなかった私が始めたので、もしよかったら皆さん見てね。あ、ジャボファンの皆さんはぜひチェックお願いします。ではでは、終わっちゃいます。大変だ。終わっちゃいますよ。そうなのよ。大丈夫かな、うん、あっちゃんさんもななみんさんも、うんうん、いいですかね。はい、はい、ではこの後は間もなく会員様貸し切り放送です。はい、最終判定のアンケートを取り会食となります。はい、冒頭の数分はお試しで見られます。うん、アンケート投票にも参加できます。そして今だと2ヶ月以上継続していただくと入会初月無料となっています。お得ですね。気に入ってもらえたらぜひ登録していただき、最後までお楽しみください。はい、これ私がよく言ってる、はい、会員登録文句なんですけど、うんうん、月額700円プラス税を払えば無料で見られるんですよ。すごくないですか。そうですよね。この番組が700円払えば無料ですよ。うん、そうだそうだ。はい、そういうことです。よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは、はい、次回放送のお知らせです。うんうん、次回6月11日火曜日に収録放送が上がります。うんうんうん、そして6月25日火曜日21時からは生放送があります。はい、こちらゲストが大坪由香さん、うんうん、そしてマスターはとまる千代さんです。はい、テーマは酒の魚。あー、いいね。酒飲
みだから松本さん喜びそうだな本当ですね喜びそうそれでは会員様貸し切り放送でお会いしましょう。はい、バイバイ。